せ。個人ができることで一番効果のある対策って何？個人にできる効果的な対策は何か、ズバリお答えするのはとても難しいです。人はそれぞれ違う生活をしていますし、持っている家電製品も人によって違います。今日は効果的な対策につながるヒントを3つ示したいと思います。1つ目、太陽光発電などの再生可能エネルギーを使用することです。もちろん発電装置は非常に高い買い物ですから、購入が難しい人もいると思います。しかも条件によっては発電装置をつけられなかったり、あまり発電量が得られない住宅もあります。そんな場合は契約する電気会社を選び直すという手があります。自然エネルギーを使用している電気会社と契約してみてはどうでしょうか。2つ目、古い家電製品の買い替えです。特にエネルギーの消費量が大きい冷蔵庫やテレビなどは、新しく買い替えることで大きな削減効果が得られることがあります。3つ目、生活の見直しです。電気の無駄遣いをしていないかどうか今一度確認してみてください。無駄なんかしていないという方でも結構見落としはあるものです。冷暖房をする場合は窓や戸を閉めて必要な部屋だけにしていますか？夏は薄着、冬はある程度厚着をしていますか？そうくんどうですか？夏はいつもこれだよ。とってもいいですね。エネルギーをなるべく使わないようにする工夫も大切です。例えば節水シャワーヘッドに変更する、テレビやパソコンのモニターの画面の明るさを調整する、こういうことが節電につながります。電気を使って熱を作る家電製品は特に電気消費量が大きくなりがちです。短時間の使用で済むような工夫が必要です。温水洗浄便座を利用しているご家庭も増えてきましたね。季節により温度設定の見直しやスイッチのオンオフをしていますか？ドライヤーや炊飯器などの使い方の見直しもできるといいですね。はい。効果的な対策にたどり着くには自分の生活を知ることがまず大切です。どこで作られた電気なのか、どんな家電製品を使っているのか、当たり前になっている生活に実は無駄や見直すべきポイントはないのか、お伝えしたヒントを踏まえてできるところからぜひ取り組んでみてください。はい、頑張ります。今日は博士に研究所内の空き地の池のほとりでみんなの質問に答えてもらったよ。みんなも脱炭素についていろいろ考えてみてね。それじゃあバイバーイ。